市内を流れる笛吹川。中央市は山梨県の国中地方、甲府盆地の南部にあるし、中央市中心部中央市の中央は、甲府盆地の中央、山梨県の中央、日本の中央の意味がある。中央市は東洋経済振興社が行う住みよさランキングで近年、県内1位をキープしている。 2位の笛吹市とは2017年時点で268位差の全国32位で県内で最も住みやすい町である。2014年には高新越、北陸、中部ブロックで20位にランクインした。河川中央市の人口は2018年2月28日、現在3732人。市長役所中央市役所は、たとみ庁舎、玉ま庁舎、 豊府庁舎の三つの庁舎に合併時から分かれており、文庁方式の状態である。中央市の市民提言委員会は、タ見庁舎を本庁舎、玉保庁舎と豊富庁舎を支所にする、庁舎統合の提言書を中央市長へ出した。中央市は平成26年度にタ見庁舎を統合庁舎にすることを決定した。本庁舎となったタ見庁舎の増築工事が進められて、後期は 平成31年2月末までとされた。令和元年5月7日、業務を開始した。市議会県議会衆議院なお、当初は、玉保町、多富町、昭和町の枠組みだったものの、住民移行調査の結果が反対多数であった、昭和町が合併協議会を離脱。残った多保町、多富町に、豊富村が加わり合併することになった。 山梨大学医学部附属病院たとみ郵便局、小木のリバーシティ、SC 農業工業商業物流山梨、大学医学部東花輪駅新山梨環状道路、たとみ西ランプ道の駅といと、未中心となる駅、東花輪駅リニア中央新幹線が、中央市北部の新山梨環状道路と、並行して通る予定。たとみ北小学校がルートと重なり移転予定。 市内に、駅は建設されない。鉄道路線,路線路線バス高速バス高速道路国道、県道山の上社登録有形文化財、旧正イ川郵便局社サッカー。ありがとうございます。